はい、そのあるものっていうのがね、こちら。そうするとね、トイレがこんな感じになりました。お食事中の方はね、もしかしたらね、気分を害されるかもしれないですけど、もう1週間ぐらいでね、一気に汚れた気がします。リアルタイムでね、どれぐらい時間をかけてきれいにしているのか。はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ、今日はですね、トイレについてですね。以前ペレットだったかな、ペレット11さんの推奨されている量に変えたら変化が起こりました、トイレがね汚れなくなりましたっていう動画をね出したんですけれども、なんとですね、最近さすがにちょっとガリガリになりすぎたなっていう、まあそのまだ大丈夫だけどちょっと若干痩せ気味かなっていうぐらいになったので、あるものもね、チモシーに混ぜて与えてました。はい、そのあるものっていうのがね、こちらアルファルファですね。これもね、あの栄養たっぷりで、ね、体重が落ちまくった時のためにね、まあ、モルちゃん、成長期のモルちゃんとかにね与えてます、モルモット、ね、でもしかしたらももちゃんもね、妊娠から出産があるかもしれないのでね、それに備えて一緒に食べてもらってました。そうするとね、トイレがこんな感じになりました。はい、こちらがね、そのトイレです。いやー、やっぱ尿石がね、ごめんなさい、お食事中の方はね、もしかしたらね、気分を害されるかもしれないですけど、まあ、題名にね、ちゃんとトイレって書きますんでね、ご了承ください。結構ね、まあね、汚れちゃったなって、短期間でね、こんな汚れるとは思わなかったんですよね。まさかこれだけでそんな汚れるとは思わなかったな。もう1週間ぐらいでね、一気に汚れた気がします。はい、ということでね、まあこれはあくまでね、こうバランスが大事ですから、栄養もねある程度取りつつ、トイレもね汚れるのは仕方ない、ね、それでいかにね手間をかけずに、トイレもねこう擦って傷だらけにして、傷つけずにね、傷つけるとまたね、そこに入り、あの汚れが入り込んでね、汚れやすいトイレになっちゃうのでね、それをいかに手間いらず、そして傷つけず、きれいにするかっていうのが大事ですよね。はい、ということでね、それ明日かなのライブでね、きれいにしていく様子をお届けしようと思いますので、ぜひよければね、そのリアルタイムでね、どれぐらい時間をかけてきれいにしているのか。もちろんね、ただ単にこうトイレを移すばっかりじゃないですよ、ね、ウサギたちがね牧草を食べて、そういうシーンもねもちろん流しつつね、それを しながらね、トイレきれいになりました、そろそろ落ちたかなっていう感じでね、そういう風にライブをね配信していこうと思います。はい、まあやっぱりね、バランスのいい食事をした方が若々しく元気なウサギね、もう5歳ですよ。もう全然ね、我が家に来た時と変わらないぐらい元気いっぱい、ね、はい、ですからぜひともライブにね、皆様遊びに来ていただけたらと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他にもたくさん動画を出してます。そして他のチャンネルもですね、いくつかやってますので、よければ概要欄のリンクからご覧いただけたらと思います。こちらにね、画面に出ている動画もチャンネルもおすすめですので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。